はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もマーベルスナップやっていこうかなというふうに思います。で、今回なんですけども、こちらね、視聴者さんの方が教えてくれたティア1デッキを、紹介していこうかなというふうに思います。まあ、海外のサイトでね、なんかティア1に、位置しているデッキというところでね、紹介していこうというところです。はい、まあみんな知ってると思うんですけども、ウォンとのね、ウォン、ブラックパンサー、ゾーラっていうふうなあの最強コンボに、ホワイトタイガーとかドクドゥ、またオデン、ジュビリーとかアイアンハート入っていたりね、しているというふうな、まあ、ただ単純なデッキになっているというところですね。まあ、ウォン入っても、ウォン持ってればね、この公開時デッキ強いと思うので皆さん使っていただければなというところです。ウォンゾーラ、はい、皆さんもね、頼みしていただければなというところですね。うん、まあ、特にね、細かい説明はせず動画を見ていただければ、まあ、この強さっていうのが分かると思うので、もしよかったら見ていただければなというところです。はい、デッキの紹介していきます。サンスポット、スコーピオン、アイアンハート、エレクトロ、ストーム、ジュビリー、ウォーム、ホワイトタイガー、ブラックパンサー、ゾーラ、ドゥーム、オーデンというふうな感じになっています。デッキの使い方などは試合見ていただければ分かると思うので、それではどうぞ。はい、マッチング出しました。相手は、韓国の方となんか分かんないけど、こんにちは言われたんで、こんにちは返しましょう。はい、しっかりとね、挨拶は交わしたいので、うん、交わせる大人になりたいので、うーわうわ、これどうしよう。これさあ、ちょっとエレクトロボンボンでいいわ。あー、エレクトロボンボン TV でいいや。これ決めた。 OK。 だるいのあいつな。やってくれてんなお前な、許さんぞ絶対に。泡吹かせてやる。ワカンディフォーエバーや。ワカンディフォーエバー。ノン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 。オッケー。で、ここはトラトラがめっちゃ来るけど、いや、アイアンハート、アイアンハートにしよっか。こうスナップ打つわ。いや絶対負けないと思う。これは負けない。はい、相手ここにコスモ置いたとしても、もうコスモじゃ追いつけない。はい、 OK。 ワーペス、ただあれか、今まずいと思った。ふとまずいと思いました。今デストロイヤー来たらまずいか。ちょっとこれ一回デバフ、いやもうデバフじゃねえや、もう攻撃や、攻撃や。で、あと来い、おでん。うわー、逃げないとかも。オッケー。あぶねー、デストロイヤー引かれなくてよかった。ふう。はい、マッチングいたしました。相手はズカですね。はい、ズカ。まあここはエレクトロ出して、いこうかなというところではありますが、まあまあまあこれでいいかな。はい、ヘルファイヤークラブ打っていきましょう。で、ズカは何していくかだな。お、アンジェラ、スコピ、あー、ちょっと嫌ですけど、まあまあまあここは、はい、エレクトロいきましょう。いやー、このビブラニウム鉱山マジで邪魔だよな。本当にいらない、マジで。リザード、
まあ相手あのデッキっぽいけど、さすがに引けねえんじゃないかなと思うんだよな。それきつそうじゃない？どうなんだろう。いやコスモも置けんやろ、出てこんやろ。あービブラリウムな。ほんでボン先生やろ。でボン先生で飛ばしてもらってぴょんぴょん。はい、スコピニキ、まあトラトラトラやな。であとはまたおでん出しちゃえば、こっちだと思うけどねこれね。もう止まらないよという風な感じですけどね。ここから勝てんのかな。4頭出るからねこれね、多分4頭出ないか。何頭だこれ。わかんねえや。あれ何頭。さあ、おトラが1頭2頭、そしてトラが1頭2頭、ほんでドクタードゥームは Y の勝ちや。勝利。はい、マッチング出しました。相手イカ様野郎ですね。はい、とんでもねえやつです。まあここはしっかりとね、しばいていこうかなというふうには思いますが、はい、4でピューピューピュー。いいやん、おでんが燃えていしく。ノバ、あーキルン、まあキルン来たけど、ここはスポーピープ、うん、まあスコーピオン行ってでいいかなと思います。ちょっとこのデッキ今ね、この手札はすごい魅力的な手札ではあるかなというところはあるので。なんだ相手の敵、よくわかんねえな。おっと、ただここには出せないんだよね。ここはそうだな、ちょっとビーストで回収しちゃっていいかなと思いますけど、いやエレクトロよりちょっとこっちにします。で次ブラックパンサー行ってワカンディフォーエバー行こう。それでいいや。はい、まあここのオッケー、まあチピリだったらチピリでナイス。いい加減にしな。まあここは、はい、しっかりと、回収して、あでもこれあれか、回収したら回収したであれか、ちょっとあんま美味しくないねこのね回収ね。まあ仕方ないな。いやかなりね、手こずってます。はい、皆さん分かってると思うけどこれかなり手こずってます私、うん、もうここはね、お願いワカンディフォーエバー、はい、ゾーラお願いワカンディフォーエバー。いやこれさゾーラじゃなくていいような気がする。これもうトラで、トラで、いやちょっと待ってこれ飛ぶわ、トラは飛ぶね。いやもうだからこれ行くしかないのか、ワカンディフォーエバー男、お願いワカンディフォーエバー男頼む。いやもうマグニート、いやいける、ワカンディ、あ違うわ、あいけるわ、勝ってるわな、こういうことなんだよな。ワカンディフォーエバーは最強なんで、はい、アップない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 、勝利。はい、マッチング出しました。相手は、ハイパーセクシーゴスというような感じなんですけど、ゴスゴスゴスっつってね、一番嫌いなやつね。これまあこれでいいかなと思います。はい、あ死んだら死んだでいいんで、まあ生きればね、拍手してやろうかなと思いますけど、死ぬならそこまでのやつなんで、まああいつも死なないと。 なるほどね。いやいらないんだよなこいつらマジで。まあ、こいつは死んでほしいんだよね。4分の1逆に引きたい。そうするとすごい笑顔になれるんですよね。うん、お願いだから笑顔にさせてください。
はい、ワンコロは特に、関係ない。なくなれ。うわー、もう消えないか、畜生。ならここはまずトラさんプッパかな。はい、トラさんプッパしましょうか。いや、これでいいか。はい、もうこのスナップだ打っていいような気がするけどね、これ。スナップだ打とう、うん、あーまあ、ほらで、あとはおでんぶし出してジジイ。